東京消防庁などによりますと、午後9時までに都内では6歳から97歳までの男女229人が熱中症で病院に搬送されました。そのうち50代と70代の女性2人、30代と80代の男性2人の合わせて4人が重体だということです。